どんなガンブルーカラーになるかなってね、ただこれを黒い ABS に塗ったらどんなイメージになるのっていうのをね見てみたいな、まあ、2000番ぐらいまで磨いてそれからコンパウンドをかけてやろうかなと思います。で光沢が出ると発色もねしてくると思うんでね。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今ちょっと塗装にハマってましてね、今日何を塗装するかっていうと、これマルシンのモデルガンのねコルト25オートの発火モデルです。で、まあ ABS モデルね、これ色塗っていこうかなっていう、まあ今までと同じなんだけど、ちょっとね塗料の発色を確かめたいっていうのがあって、今日はねこれでキャロムのガンブルカラー単色でも塗りっぱで、下地とか塗らないでこれ塗りっぱでどんな発色になるかやっていこうかなっていう動画です。どんなガンブルカラーになるかなってね、ただこれを黒い ABS に塗ったらどんなイメージになるのっていうのをね見てみたいなと。で、まあいろんなパターンをちょっとお見せすると、例えばこれ、これはヘビーウェイト樹脂にブルーイングしたものなんだよね。塗装じゃなくてヘビーウェイト樹脂をブルー液でブルーイングしたもの、まあこんな色合いになります。磨いてね均一な、まあ ABS とはもう全然質感が違ってくるんだけど、じゃあ一方これはっていうと、もう知ってるみんなも多いと思うけど、これは ABS にチタニウムシルバーを塗って、でメタルブルーコートを塗って、で軽く剥がしてダメージ塗装をしたものになります。こんな感じね、ブルーイングと比べるとまあねかなり明るい色が出るんですよね。まあ下にシルバー塗って削ってるんで当たり前といえば当たり前なんだけど、ブルーイングはほらのっぺりとしたっていうか、もう全部同じ色になるじゃないですかね。なんでねこれまあダメージ塗装しないで磨くだけだとこういう部分の深い色で、まあブルーイングした色に近い色が出るのかな。下にシルバー塗ってメタルブルーコートだとね、ほんと綺麗なガンブルーが発色すると、そんなイメージです。でこれ、これはマルシンのマウザー M712 なんだけど、これはねチタニウムシルバーじゃなくてステンレスなんちゃらだったと思うけどな、まあ一回下にシルバー塗って、そこにこのガンブルーカラーを塗ったんですよ。結構厚く塗っちゃったんであれなんだけど、それを磨いたもの、ちょっとね剥がれてるとことか ABS 出てる失敗してるとこもあるけど、これこんな発色、ガンブルーカラーとメタルブルーコートね、若干こう違いますが緑が強いんですよガンブルーカラーってね、ブルーイングと比べるとこんな感じ、見て取れるかな、深い色合いが出るんだよね。でどっちかっていうとこれはメタリックのキラキラ感が出ます。近づいてみるとわかるかな、メタリックのキラキラ感がどうしても出ますね。でこれで塗ってあるトイガンってもうすぐ見分けがついちゃう感じなんだけど、僕は嫌いじゃないんで使うんですけどね、このこっちの方も。でなんでじゃあこんな塗装塗り比べあんのっていうと、この間これでダメージ塗装やってみたらちょっと失敗しちゃったとね、えぐくなりすぎて、なんでこれをフラットにね塗ってきっちり磨いたらどんな発色になるんだよって、ただそれをやってみようかなと。でこういろいろね、今まで塗装したものと比べてどんなになるかと、ついでにこれ、まあ、せっかくなんでねグリップもまたやっていこうなんちゃって木目塗装って感じで、で金属パーツは磨いてシルバーに近い感じにしてね、それでいいかな、金属パーツは塗らないでやろうかなっていう感じでやっていきますね。でまあパーティングライン削ったりとかその辺はもうこの辺の動画見てもらう方がいいと思うんでね、これをやった動画を眺めてくださいその辺は。なんでもうパッパッと下準備して色乗っけるところから動画始めようかなと、そんな状態です。軽く磨いてパーティングライン落としてあるんでね、まあそのまんまのとこはそのまんまです、引けも落としてないですが、これにねキャロムショットのガンブルカラーを乗っけて、黒にねこれ乗っけてどんな発色になるかやっていきましょう。
な感じでね、あの光沢が出る感じで塗り終えましたと。これでも黒に塗っても結構発色するんじゃねえかなと、そんな印象です。ガンブルーカラーを塗りっぱなしです。この辺はねちょっとパーティングライン取るのに磨いたんでね、塗りっぱなしでも結構いい感じにはなってると思います。まあ特に面出してないとこはね、その塗料のザラザラが絶対残るんで、このままねコンパウンドとかで磨いても全然綺麗にはなるんですけど、丁寧にやりたいよって人は角を出さないように面の部分ね、1200番とか1000番だと削れすぎちゃうような気がするんだよな。まあ様子見ながらね、1000番1200番、僕はね1200番1500番2000番ぐらいまで磨いて、それからコンパウンドをかけてやろうかなと思います。黒に塗ってもね控えめな発色なんだけど、これだいぶ綺麗だとは思うんだけどね。こんな感じ、やっぱりねキャロムのガンブルーカラーはダメージ塗装とかしない方が綺麗に仕上がるのかなと、そんなイメージですね。まあスライドもこれは塗りっぱなしです。水研ぎしてコンパウンドで磨いてってやっていこうと思います、ね、これが塗りっぱなし、これが2000番まで磨いた感じ。まあちょっと曇ってるんですけど、もう光沢も結構出てくると、あの塗料独特のデコボコを消して2000番まで磨いた感じです。あのうかうかしてると角 ABS 出ちゃうんで、まあこの辺微妙なんですけど、で引けは始末してないんで引けたまんまですけど、2000番まで磨いて若干曇ってるぐらいの状態です。さらにやるんだったらこういう4000番とかのあの精密研磨フィルムみたいなのもあるんですけど、もうこっからはコンパウンドでいいのかなって思います。こんな感じになったらね、うん、全然この光沢の質が違うじゃないですか、色は一緒なんですけどね。まあコンパウンド別にタミヤのじゃなくてもプラスチック用のやつがいいかな。これも一応はその溶剤的なものが入ってるんで、あとまあ界面活性剤とかね、あと研磨剤も当然入ってるんで、あのもしかしたら塗料ごとペロッといっちゃうこともあるんで、あの気をつけた方がいいと思います。これ細めですね、ここが一番劇的に楽しいところだと思うんだけどな、塗装のこんな感じになります。いいです、こっちは2000番で磨いたとこで、こっちがコンパウンドかけたとこね。この塗料塗りっぱの垂れる寸前のテロンとした光沢感、塗りっぱなしのねそういう光沢感もいいんだけど、こういうね機材にクリアが入ってるようなものはやっぱり研ぎ出して、うん、段階的に磨いてってコンパウンドかけると見違えるんでね、どっちも光沢はあるんだけど違うじゃないですか、やっぱりこのちゃんとフラットな面が出た光沢とね。まあちょっと手間だけど、これは1200番からやりましたけど、こんな感じでもう見違えるじゃないですか、こことも違うし、これまたね仕上げ目で磨くともうちょっとキラキラっとしちゃうし、うん、で光沢が出ると発色もねしてくると思うんでね、うん、こんな感じで作業を続けていこうと思います。じゃあねコンパウンド2つ、細めと仕上げ目でね磨くとこんな感じになります。もうクリアいらずだよね、うん、こんな感じ。ここパーティングラインひどかったところですからね、うん、まあちょっと面出してね塗ってやるとこんな感じになりますと。まあ引けはそのまま引けてますけどね、埋めてないんで、うん、いいんじゃないですかね。スライドをちょっとね厚塗りしたんで刻印がまあちょっと薄くなっちゃったけど、この辺はね上手に初めに深くしてもいいと思います。で磨きがちょっと甘いんでね、その塗料のデコボコまだちょっと残ってますけど、まあしっかりやりたい人はしっかり磨いてやって、うん、それでもこんなツヤにねなりますんでね、こんな感じです。でとりあえずもう一回組み直してね、他のモデルガンとまた初めにね比べたモデルガンと並べてみてね、どんな感じになるのか。じゃあね組み上げました。でこんな感じの光沢に仕上がりますと。この辺ちょっといいですよね、ぬらっとした感じの。クリアとかジルコニアクリスタルとか一切吹いてないんで、でグリップはなんちゃって木目塗装です。あのよくやってるんでね、そっち見てもらうといいと思うんですが、あと金属パーツの側面だけシルバー出したりとかね、ハンマーとか
うん、側面だけシルバー出して、あとはちょっと軽く磨いてとかね、マガジンキャッチ、あとビスも磨きましたね、軽く。うん、こんな感じです。で、色味としてはね、まあ黒い ABS なんで、遠目で見ればもう黒にしか見えないと思うけど、これブルーイングしたやつなんですよね。うん、で、ほんとね、ブルーイングしたものに近い色合いが出るんだよね、これは。うん、ただあのメタリックなつぶつぶは入りますよ。うん、このガンブルーカラーはなんでね、派手です。派手ですっていうか、まあ分かります、すぐ。ああ、これあれで塗ったなっていうのは分かります。うん、メタルのつぶつぶ感は出るんでね。このつぶつぶ感が苦手だっていう人は、まあ、メタルブルーコートの方がいいんじゃないですかね。これは本当のっぺりとしたっていうか、金属っぽい仕上がりになるんでね。うん、で、これはシルバーに、同じガンブルーカラーを塗った、同じ塗料で塗ったものなんですけど、黒に塗ったものと比較すると、まあ発色はやっぱり下にシルバー塗ってた方が、こう塗料が薄いとこはね、こんな感じで味が出てくるんで、うんね、黒に塗るよりも発色はいいですけど、黒に直撃で塗ってもまあまあ綺麗なんじゃないですかねと思いましたけど、うん、これ、うん、いいですよ。特にね、まあ、最後よく磨きましたからね。このキャロムの塗料は、その塗料の凸凹を磨いて平らにして、さらに研磨すると本当光沢が出てね、いいですよ。まあ、どのプラ、あの塗料もそうなんだろうけどね、まあ、パーティングラインを落としてこうやって塗ってやるだけで、だいぶいい感触になるんじゃないですかね。うん、こんな感じですかね。うん、僕はこれはやっぱりあのクラウンの M19 でちょっと失敗しましたけど、ダメージ塗装に使うとなるとちょっと大変かもしれないですよ。うん、これはね、ダメージ塗装に使うんだったらこっちの方がいいかもしれないね。あとブルースチールの方がもっと向いてるかもしれない、グレーがかったね。うん、あれちょっと今手元にないですけどね、あれもいい色なんで、今度はあれで M19 ダメージ塗装しようと思ってるんですけど、うん、とまあこんな感じです。結構長くなりましたけど、ただ塗っただけなんだけどね、わざわざこんないろいろ引っ張り出してあれだけど、こういう光沢出るんで、このガンブルーカラーは1本だけ、1色だけでなんかかっこよくしたいよって言うんだったら、まあこれも一つの手かなと。クリアな成分があるんで、こんな感じの透明感のある、うん、つぶつぶ嫌いだよって人はこのメタルブルーコートがいいのかもしれないし、まあ好みに応じて使い分けるといいのかなという状態ですね。最近塗装にはまってるっていうか、はまってんだよね。うん、これはダメージじゃないけど、こんな感じもありだなと、うん、思いました。メッキのバレルいいよね、シルバーのね。これは発火モデルなんですけど、あの再販されたやつじゃなくて大昔のやつです。うん、こんな感じになるとまたね、存在感があっていいですね。ということで、今日の動画はこれでおしまいです。キャロムのガンブルーカラー、単色で塗ってもそれなりに磨けば光りますと、そんな感じです。ということでね、また別な動画で会いましょう。塗るべし、塗るべし、塗って失敗したべし塗るべし